ちなんで一番ですね。はい、まあ、ごめんなさい、いっぱいになってしまっているので、はい、あとに、あ、それ以降ですね。はい、どうしようか。はい、ちょっと待ってくださいね。岐阜市ワクチンコールセンター稲見でございます。市役所の方でちょっと聞いてください。その中でも、はい、まあ、つながりやすい電話がいいですけど、はい、接種券って書いてありますよね。そうですかね。ワクチン相当期待しているということで、想像以上にですね、あの電話とかですね、ウェブの予約があります。はい、トラブルということは特にございません。希望される方ですね、皆さんに接種できるように準備を進めますので、焦らずにお待ちください。お願いします。